他にご質問される方は、あ、エルマガジさん。エルマガジンの岡田です。すいません。もしかしたら質問過去にされているかもしれないんですけれど、今日で阪神・淡路大震災から29年なんですけれど、これに対するコメントと、あと今日の午前中の訓練に関して何かこう、お考えになられたこととかお願いします。今日で阪神・淡路大震災から29年になりました。また今年の元旦には能登半島地震も起こりました。今紹介した通りですけども、被災地の支援についてはできる限りのことをしていきたいと思っています。やはりこの震災というのはいつ起きるかわからないというのを改めて思うところです。いつこの震災が起きるかわからないという中でですね、この大阪においては大阪市協力しながら南海トラフ対策としての防潮堤の耐震強化、この10年かけてやってまいりました。これはもうほぼ 100% 近く強化がほぼ終了するところまで来ています。また防潮堤の更新なんかもですね、着手をしているところです。ハード面ソフト面について大阪府としてもこの災害に強い町づくりとして進めていきます。ただ府民の皆さんにおかれましてもですね、それぞれのご自宅で、ハザードマップを確認していただいて、もし大きな地震が起きたら自分の家あるいは自分の近くにどういうリスクがあるのかというのを事前に知っていただいて、そしてご家族ともし地震が起きたらこういう行動を取ろうということをぜひ話し合っていただきたいと思います。そういう一日に今日はしていただけたらなと、思います。東日本大震災の時もそうですし、この事前のシミュレーション訓練というのは非常に重要だと思います。それをしっかりすることで助かる命が多くある。年少に航空機の衝突事故もありましたけれども、あれを見ましてもやはり日頃の訓練備えシミュレーションというのが極めて大切だというのを改めて思うところです。災害についてもやはりそうで、ハードソフト行政があるのも当然なんですけども、合わせてやはり災害が起きた時にどういった行動を取るべきなのかっていうのをぜひその住んでいらっしゃるところでリスクの程度も違いますから、ハザードマップというのは区役所市役所にありますので、あるいはネットでも見れますから、ぜひそれを今日この1日は確認してもらって、そしてご家族と相談していただいて対策を取ってもらえたらなと。そして家具とか の倒壊を防ぐための使い棒であったりとかですね、いろいろ対策は取れますので、ぜひお一人お一人こう地震に対する備えをお願いしたいというふうに思います。他にご質問される方は、エビエさん。 MBS の清水と申します。本日の訓練後の囲みでもちょっと質問をさせていただいたものではあるんですけども、津波というのは大体こう 2,30 センチでもこう足を取られてしまう、それだけでリスクがあるというふうなところがある中で、今まさに地震はいつ起きるかわからないといえども、今のところは大阪では起きていないというふうな状況の中で、その平常時でそういう津波は実は1メートルとか来なくても 2,30 センチっていうふうな高さでも危ないんだよっていうふうなことを何か府として発信していくであったりとか、あとはその津波からのその避難のその時間というふうな面で、今の想定では1メートルの津波が来るまでの時間ということで、例えば三崎町60分、大阪市内120分といったようなシミュレーション出しておられるわけなんですけども、そこをもっとこう早いタイミング、 2,30 センチの津波が来るのはこれぐらいの時間ですよということをもっとこう積極的に打ち出すような発信の仕方っていうのは考えておられるんでしょうか。こう実際に津波が来るという警報が出されたときはもう即座に避難していただくことになります。それが 2,30 センチなのかなということに関わらず、これは大きな津波が来るということになれば、大津波警報が出ればですね、即座に高いところに避難をしていただく
ということになります。今回の能登地震においても、発災直後にですね、とにかく高いところに逃げて、くださいと、NHK のキャスターさん、僕も聞いてましたけれども、ああいったことに、ああいった発信になると思います。大阪府においてもそういった発信をしていくということになると思います。なので、南海トラフ地震が起きたときには、もう津波の高低が何センチだとかということにも関わりなく、とにかく高いところに逃げてくださいということになると思います。そういったことを徹底して発信していく。つまり南海トラフ巨大地震が起きて、沿岸エリアの人は垂直避難をしていただくということの、発信、そこをより強化をしていこうと思います。情報を伝えるのって本当に難しくて、なかなか理路整然と伝えられるものではなかなかないところもあってですね、特に大地震が起きた時っていうことについては、まず、このハザードマップで浸水エリア、あるいはその湾岸エリアの方はとにかく高いところに逃げるということを全員の共通認識にする、というようなことをまず重視をしていけたらなというふうに思っています。もちろん20センチ30センチの津波でも、これもうかなり報道でもされてます。足を取られても動けなくなるとか、この津波というのは威力がすごい大きいですから、まあ、そういった意味では直ちに避難をしていただくということになると思います。で、東日本大震災でも一回避難してまだ戻ってきた人が被害に遭ったりもしてますので、そういった意味では一回避難するともうしばらくはもう警報が出てる間は戻らないということも含めてですね、そういった発信を徹底していければなというふうに思っています。決して、例えば三崎町で60分あるから大丈夫という意味ではなくて、大阪市内でも120分あるから大丈夫というわけではないんですけれども、ただ津波、地震が、南海トラフ巨大地震が起きたときに大きな津波が来るまでの時間というのは、やはり一定予測をされているわけで、その間に適切な行動を取るというのが極めて重要になってくると思いますから、まあ、そういったことを徹底的に発信をしていけたらなと思います。他にご質問される方はよろしいでしょうか。産経新聞さん。産経新聞の五十嵐です。午前中の訓練の際にも、お話にあったんですけど、能登が落ち着いた段階で総括をすると、で、地震がいつ、一方でその地震がいつ来るかわからないって 今もおっしゃってましたけど、これおそらく知事の考えとしてアウトプットとして防災計画の見直し等におそらく反映させるべきものを反映する、加筆すべきものは加筆するということだと思うんですが、いつ来るかわからないという前提に立ったときに、現状で知事がお聞きになっている範囲で能登半島地震の教訓としてどういったところを達すべきだっていうことを現状でお考えになっておられるんでしょうか。やはりその高齢者の方の避難が多いこの避難所においてですね、今二次避難をされておられますけれども、二次避難をもっとシステム化していく重要があるんじゃないかなと思ってます。特に災害の範囲が広範にわたってなかなか物資も届きにくい、そして、例えば断水を防ぐための水道の耐震化を増やしていくのは当然のことなんですけど、それでも断水があるということを想定した場合には、やはりそのよりその避難所におけるですね、災害関連死を防ぐ、また避難所の過密を防ぐことによって市役所のマンパワーであったりそういったものを別のところに当てることもできるということにもなってきますので、今輪島市においては半数の方が避難されているという状況でもあります。これ大阪府民に例えた440万人が避難しているような状態ですので、市役所としても本当に厳しい状態になっている中でですね、避難所が避難先が非常に多くあると、二次避難というのをもっと事前の制度としてシステマティックにやっていく
あくまでも最初一旦は避難をするんだけど、近くの公民館であったり近くの学校であったり、でもそこは長期避難するということもそもそも想定せずに、二次難はもうあらかじめ決めてすぐに移動できる人は移動を、より衛生面も含めて安全なところに避難していただくような仕組みであったりだとか、あるいは物資についてもいろんな時間が経てば細かな物資というかニーズが多様化してきますので、それに対して迅速に対応できるものであったりとか、あとはそのトイレが非常に大切なので、今回もトイレ災害用トイレの準備はいたしましたけれども、実際はある程度災害用トイレがある中で、そのトイレの衛生面であったり、あるいは和式の災害用トイレはなかなか使いにくいというところであったり、そういったところさまざま反映するところはあろうかと思います。あとこれは道路が非常にやっぱ重要だというのは今回改めて再認識をしています。道路が途絶するとなかなかの物資も運べないし、人もなかなか支援が難しくなってくると。これは能登半島の地理特性もあると思うんですけれども、大阪においても広域避難道路の確保であったり、あるいはどうしても道路が難しくなった、孤立した場合の運搬の仕方、これはある意味空を使うということになると思うんですけれども、空を使った物資の輸送であったり、これは自衛隊のヘリもあるんですけども、もっと簡易な方法でできないかと、ドローンなんかもそうだと思うんですけど、そういった海も陸もなかなかつながらないときには空という支援策というのも考えていくべきだと思いますし、さまざま今回の件をですね踏まえて、より反映していくところはあろうかと思います。ただここについてやはり今は先ほど申し上げたとおり、まずは避難支援のために徹底的に支援をして、そして一定落ち着いた段階でやるべきだというふうに思っています。なので、今石川県が取られている策であったり国が取られている策については僕はどうこう言うつもりはなくて、いろんな人がいろんなことを言い出すとこれはやっぱりおかしくなってきますので、今はみんなで協力してなんとか石川県、国の司令塔の下で、それぞれ現地の我々で輪島市の部隊 の避難所のニーズなんかも確認しながら、できる限りの支援をしていくタームだと思ってます。タームというかそういう時点だと思ってます。でこれが一定程度落ち着いてくると、いろんな民間のボランティアさんの受け入れであったり環境も変わってくると思うので、ある程度一定落ち着いて判断できるような、落ち着いて検証できるようになった時にはやっぱり検証して、これは大阪府に限らず国全体含めてね、やはりより災害対策強化、防災強化の観点の整理を総括をした方がいいと思っています。